よい。ここにはわしら以外の者はいない。もっと楽にするがいい。それに、今は王ではなく、エミリアの父親として話をしたい。お父様、聞きたいことがあるの。エミリア、お前が聞きたいことは大体予想はついておる。が、言ってみなさい。私はカラクラムと話しました。カラクラムはお父様を憎んでいたわ。なぜだかお分かりになる。彼女は私の姉で、お父様は私の両親の命を奪った人だからだそうよ。そうか、カラクラムはやはりあの夫婦の娘か。否定してほしかったか。本当に違っていたら否定するだろう。自分の目が耳で捉えた本当の真実の前に、薄っぺらい嘘の壁などすぐに砕け散るだけだ。それも、そんなことはそなたらの望むべきことではないであろう。なぜ？なぜ私の本当のお父様とお母様を殺したの？許せ、エミリア。わしはな、臆病者なのだ。そうだ。そしてその中からエミリア、お前の姉の亡骸はなかった。カラクラムを見た時すぐ気づいた。あの時の夫婦の面影が色濃く残っていたからな。王様はどうしてカラクラム様の魔法を受けたままでいてくれなかったんですか？どうして討伐隊なんか作ったんですか？あなたはカラクラム様とエミリアさんの両親を殺して何とも思わなかったんですか？あなたがそのままでいてくれたら、カラクラム様はあんなことにならずに済んだの。メリアン、でもそれは陛下のせいじゃ。陛下、確かにわしはあの時死ぬ覚悟はあった。だったらなぜ？わしにはまだやり残したことがあったからだ。わしがエミリアの両親を殺したとき、後悔しなかったといえば嘘になるだろう。だからわしは彼らを共同墓地に葬った。そしてエミリア、そのときわしはお前の本当の両親に代わり、愛情とわしのすべてをお前に注ごうと誓ったのだ。確かにわしが死ねば、カラクラムは生きていたかもしれん。だが、わしはまだお前に全てを与えてなかった。だから、死ぬわけにはいかなかったのだよ。ひどい。ひどいわ。そんなことを言われたら、憎むこともできない。すまない。して、
そなたらはどうする。このことを他の者に話すのも、わしを憎むのも自由だぞ。どうする。それは騎士だからか。騎士として国の安泰を望むからか。ではなぜだ。親として話がしたい、そう言ったはずだ。エミーリア、お前は良い者たちと知り合うことができたのだな。はい。さて、一段落ついたところで話題を変えよう。これから今回の件に関わった者たちだけが宴を開こうと思っておる。そなたたちも来てくれんか。でも私、パーティーの作法なんて。構わんよ。作法や格式なぞあってなきものだ。それに今回の主賓ではなく、エミーリアの大切な友人として招待したい。来てくれないかしら、メリアン。わかりました。お姫様一人じゃ寂しがりますからね。一緒にいてあげましょう。あら、私だけのけものにする気？陛下、私も喜んで出席させていただきます。それでは部屋を与えるので、準備が整うまでそこでゆっくりと休んでいる。